皆さんこんにちは、自称レゴブルダーひろゆだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、トイザラスで売っているレゴミニキット3種類です。はい、今回はこちらを一気に組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらはトイザラスで発売されているレゴのミニキットです。ちなみにこちら以外にも3、4種類ほどありましたが、今回は僕が気になっていた3種類を買ってきました。今回僕が買ってきたのはまずこちらのレゴテクニックのフォークリフト、レゴスピードチャンピオンマクラーレンソルズ GT とレゴ忍者号のアイスドラゴンです。ちなみにアイスドラゴンは2 in 1となっていて、2つのうちどれか1つに組み替えることができます。はい、それではこちらのミニキットを一気に組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。ちなみに組み立てにかかった時間はそれぞれ10分かかったので、全部作るのに40分かかりました。最近のミニキットって結構小さいパーツとかが多かったりするので、結構作るのが大変でした。そしてレゴスピードチャンピオンにはこちらのシールが付属しますので、こちらのシールを貼って完成させます。せーので、はい、すべて完成しました。今回のミニキットも小さいながら結構完成度がすごい高いです。ちなみにマクラーレンのシールなんですけど、全部で5枚あったんですけど、結構割と貼りやすかったので1分もかかっていません。ではまずはこちらのレゴテクニックのフォークリフトを見ましょう。今回フォークリフト以外にこちらの課題だっけな、これがついております。はい、フォークリフトの全体はこのようになってます。ミニキットでこういう長いテクニックパーツが使われてるのって結構珍しいですよね。そして操縦席部分は前回組み立てたショベルカーと、まあ構造的にはほぼ一緒ですね。裏側はこのようになっていて、ここにランプがあります。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。そしてこのフォークリフトのギミックは、このランプ部分を回転させることで、このリフトが上昇します。では動かします。はい、こんな感じです。そして逆側に回転させると、はい、このようにリフトが下がります。では付属の荷台を使って上げたいと思います。では行きます。おー、ギミック自体シンプルなんですけど、こんな感じでリフト部分を稼働させるのってめちゃくちゃすごいですよね。はい、続いてはこちら、レゴスピードチャンピオンマクラーレンソルズ GT です。今回のマクラーレンは黒と白主体に差し色に黄色が使われています。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。操縦席部分については省略されてるんですけど、こんな感じの造形がされています。そこから見るとこんな感じで、後ろから見るとこのようになっています。今回は赤いクリアパーツでバックライトを再現されていて、でさらにこの双眼鏡パーツが排気口を再現しています。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べます。
そしてじゃーん、前に作ったレゴスピードチャンピオンアストンマーチンと並べるとこんな感じです。大きさについてはアストンマーチンの方がちょっとだけ長いですね。両方それぞれに良さがあるところがすごいいいと思います。はい、そして最後はこちら、レゴ忍者号アイスドラゴンです。こちらのミニキットは 2-in-1 になっていますので、どちらか作ることができるんですけど、両方結構完成度高いですね。じゃあまずはこちらのアイスドラゴンから見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。いや、今回のアイスドラゴンなんですけど、思ってたより結構でかいですね。個人的にこの羽部分が思ってたより長かったです。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形なんですけど、小さいパーツとかで結構いろいろ再現されているところがすごいいいと思います。横から見るとこんな感じで、上から見るとこのようになっていて、この鱗部分も小さいパーツで再現されているところがすごい細かいと思います。こちらのアイスドラゴンなんですけど、思ってたよりすごい稼働します。まず首がこのようにヒンジで稼働して、前足と後ろ足はボールジョイントで取れちゃった。前足と後ろ足はボールジョイントでこのように稼働して、羽も根元がボールジョイントでこんな感じで動きます。そして羽の先がこのように稼働します。尻尾についてはヒンジでこのように稼働します。小型ながら結構稼働がありますので、こんな感じのポーズも決まります。続いてはこちらのアイスドラゴン、ロボモード状態です。これ説明書とかにも載ってなかったので、多分ロボ状態だと思います。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになってます。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部についてはドラゴンのものとほぼ一緒ですね。そして胴体はこのようになっていて、胴体の作りはドラゴンのものとは全く違いますね。腕はこのようになっていて、手には剣を持っています。足はこんな感じです。背面の尻尾はこのようになっていて、造形についてもアイスドラゴンとほぼ一緒で、ここにあった鱗がないだけです。はい、それではこのアイスドラゴンの稼働範囲について説明します。頭部はヒンジでこのように稼働して、腕がボールジョイントでこのように稼働します。足もこのようにボールジョイントで稼働して、足首もこんな感じで動きます。尻尾もこんな感じで稼働します。はい、稼働範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。こんだけポーズ取らせるのすごいですけど、実はこうしないと安定して自立できないので、個人的にはちょっとここが残念かなって思います。はい、アイスドラゴンと並べるとこんな感じで、同じミニキットでこれだけ違う作品に組み替えれるのがすごいいいなって思います。これちょっとドラゴンライダーにできるかな。ちょっと無理やりなんですけど、こんな感じでドラゴンライダーにすることができます。いや、これはね、2個買って正解ですね。はい、今回組み立てた4つの作品をもう1回並べてみました。今回のミニキットもどれもすごい完成度が高いですね。個人的に言えばマクラーレンとレゴ忍者号については結構珍しいパーツが使われていますので、パーツ取りとして買うのも結構ありなんじゃないかなって思います。はい、トイザラスで売っているミニキット3種類はこんな感じです。はい、ということでトイザラスで発売されているレゴのミニキット3種類を組み立ててレビューしてみました。僕個人的にこの3つの中で気に入ったのはこのレゴ忍者号のアイスドラゴンです。1つのミニキットで2通りの組み立てができるのがなんかレゴクリエイターらしくて、僕はすごいいいと思いました。先ほども言ったんですけど、この3つの作品は結構珍しいパーツが使われていますので、パーツ取りとして買うのもいいと思います。ちなみに言い忘れてたんですけど、こちらのミニキットはトイザラスでそれぞれ500円で買いました。結構お手頃価格で買えますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。